器屋さん店長須藤です。今日はですね、食器のプロがどういうところで実際買い付けを行っているかという話をしたいと思います。今日はその2回目、主に陶磁器産地の問屋さんが集まる産地に近い都市での見本市ということになります。これをお話をしたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。こちらはですね、だいたい1月のですね、そうですね、十何日に行われることが多いですね。で、私のエリアですはですね、名古屋テーブルトップショーですね。ちょっとね、光が見える、これが見えるかな。名古屋、ちょっと見にくいです。名古屋テーブルトップショーというものが行われております。2日間、名古屋で行われております。以前はですね、名古屋港の国際展示場だったりしましたけど、またちょっと今ね、実は戻りまして、吹上ホールというところとウィンク愛知という2カ所で、今年は、2022年は久しぶりに開催されることになりました。ここではですね、前回ですね、ちょっとお話しした別の動画がちょっとあるんですけども、地元の信州見本市とは違って、そこから仕入れたり、そこと共同企画したような商品を主に小売店のバイヤーさんを招待して見せる場となっております。で、これもね、まあ、申し訳ないですけど、一般のお客さんはちょっと入ることはできません。バイヤーさん用ですので、撮影も許さ、時々ね、撮影した様子をね、載せている方がいらっしゃるんですけど、まあ、許可は取っていらっしゃるようですが、あんまりね、好ましいとは言えないかなっていう、僕個人は思います。まあ、だから私は撮影は基本的に許可をもらった上で、上にっていうかね、ネットには上げたりはちょっとは控えております。で、この場になるとですね、もうね、私と同じような業者さんが出てる。あと、私以外というか、食器以外のね、いろんな業者さん出てるんで、そこも気になりますけれども、この場になると、いかに買っていただけるか、ということになってますので、もうね、陶器自体の、どういうふうな、この器にはアピールポイントがあるんですよ。電子レンジも使えるんですよ。食洗機にも使えますよ。しかもオーブンにも使えますよとかですね、実際にこういうふうに使ったらいいですよっていうのを実演があったりですね、あと販売方法、実際にポップっていうのは要するに商品を紹介するのなんかこうディスプレイするものですね、ポップなんかもですね、実際に使ったりして、こう販売方法の提案までされてたりするんですね。もうきっちりと展示されてます。で、ここではさっき言いましたように、それを企画した商社、企画した会社たちとバイヤーや小売店の商談がメインとなります。なので、まあすごくね、こううわーっていう人はいないんですけども、結構おしゃべりがすごい、まあ長く一件一件ね、話すのが長くなったりしますんで、大変で、なかなか営業担当がつかまらなかったりして。大変だったりはするんですけども、まあ、そういうね、メインとなります。私の場合はどうしてるか、陶磁器関係の、ね、出店者さんで、私どもがと仕入れさせていただいている商社さんも中にはあるので、そういうところでネットショップで扱っている商品の詰めとか、まあ、情報交換、そしてもう一つ大事なのがありまして、箸とかカトラリーとかガラスとかですね、のメーカーや商社さんたちとの新商品のチェックをしたり、あとカタログをいただいて、今後どういうふうに販売していこうかとか、手持ちの食器とどう組み合わせて販売しようかみたいなものがありながら、あとはブースをバーッと全部回る、大体外面からは全部見て回ることによって、全体のね、トレンド、傾向、今年の見本市の傾向何かをね、そういうふうに見てやったりしてます。はい、大体私がですね、ブース、まあ、100何社ぐらい多分出てると思うんですけども、お話しするのは20社ぐらいで、10時から16時ぐらいまでかけて2箇所を回っていく、まあ、10時12時かかるかな、2箇所を回っていく形になります。今年はね、ちょっと2回、2日目に私行くので、4時に終わっちゃわないかな。まあちょっと、まあいろいろあるんですけれども、そういったやっぱ2日目は、
メイン会場は4時まで、ウィンク会場は5時までとなってますけれども、そういうところとお話をしたりしてます。はい、今日のお話いかがだったでしょうか。今日はですね、食器のプロがどういうところで買い付けを行っているかということの2つ目、主に陶磁器産地の問屋さんが集まる産地に近い都市での名所、つまり名古屋、この東海地方の陶磁器の扱っている会社が名古屋で見本市を行う、そこに私たちは行っていろんなお話を伺ったりするということでした。はい、今日の話いかがだったでしょうか。面白かったと思った方、ぜひ高評価ボタンでお知らせください。質問、コメント、ぜひぜひお待ちしております。最後になりますが、チャンネル登録のほどもよろしくお願いいたします。それでは、器屋さん店長須藤慎一郎でした。器屋さんチャンネル、今日はここまでにします。じゃあまたね。